と猫どっちが可愛い？猫だね。手な泣いてねえよ。手つないで寝たわ。足見た？って言うと思ったわ。何も出てくない。は？何も出てくないけど。何見てんねや。背中なんかじっと見てくんだもん。あいつ、じーっと僕の顔見てくるから、見てんだよ。つってずっと言ってた。何が出て、何も出てくないけど。脳が、狂っちまってんだな。なあちゃんめっちゃ目見て話してくれるって言ってた。話してる人の目は見るだろ。セナンチの猫、マジで可愛かった。可愛かったなぁ。一緒に寝たね。アスミと猫どっちが可愛い？猫だね。全然人見知りせんかったよ。いや僕がもうそろそろ帰るわっつって送ってもらってセナに。家帰った後ずっと玄関で泣いてたんだよ。あいつどこ行ったんすかっつって泣いてたらしい。めっちゃ可愛くない？動画送ってもらった。ずっと泣いてたんだよ玄関で。こんなん好きやん。セナ泣いてねえよ。ねセナに、なんかアレルギーとか大丈夫ですかって言われて、全然大丈夫だよって言ったけど、もう鼻詰まりすぎて鼻で息できんくなったって。この幸せ空間そろそろ出ないと命が。全然大丈夫っつって口で息してた。はぁっつって猫アレルギーでした。実はね、いやー可愛かったなー。あんなサラサラもこもこの猫初めて触ったな。手つないで寝たわ。背中じゃないよ。足見た？って言うと思ったわ。ゴロゴロ言ってた言うてた。背中、やっぱ背中に対してゴロゴロしてたな。可愛かった。いやーまた行きてーな。うん、ほんなね。またね。